リチャード・アイオアディは、イギリスのコメディアン、俳優、脚本家、映画監督。リチャード・アイオエドや、リチャード・アイオアデなどと表記されることもある。ロンドン出身。ノルウェー人の母とナイジェリア人の父のもとに、一人っ子として生まれる。ケンブリッジ大学で学んだが、1997年から1998年まで、大学の演劇クラブフットライトの会長を務めた。 在学中より舞台の脚本を多く手掛ける。2000年、俳優のマシューホルネスと共に手掛けた舞台ガース、メレンギー、S フライトナイトで、エディンバラフェスティバルフリンジに出演。結果的にその作品は、チャンネル4で、テレビシリーズガースメレンギー、S ダークプレイスとして放映され、アイオアディは出演と演出を手掛けた。2006年から4シーズン続いた、コメディー、ハ、は、イ、い。 こちら IT 化で一般にも知られるようになる。2010年初の長編監督作品サブマリンを完成させた。この作品は同年のトロント国際映画祭や第61回ベルリン国際映画祭でも上映された。2012年にはベン・スティラー主演のエイリアンバスターズに出演。リチャード・アイオア・ディは多くの PV も手掛けている。その中には アークティックモンキーズのフローレセントアドレッセント、クライングライトニング、コーナーストーン、スーパーファーリーアニマルズのランアウェイ、ラストシャドウパペッツのスタンディングネクストツーメ、マイ。ミステイクスはメイドフォーユー、ヴァンパイアウィークエンドのオックスフォードコンマ、ケープコッドクワッサクワッサ、カサビアンのブラドザインパラー、ヤーヤーヤーズのヘッズオイルロールなどがある。アークティックモンキーズに関しては、 ライブビデオの監督も手掛けた。俳優のジェームズ・フォックスの娘であるリディアと2007年に結婚。ありがとうございます。